Syphilis This paralysis someone has is from syphilis. In which case, you could give the In the 1930s, the United States was ravaged by syphilis. This sexually transmitted infection afflicted nearly 1 in 10 Americans, producing painful sores and rashes that persisted for roughly two years. After these initial symptoms, late stage syphilis was known to cause organ damage, heart and brain disorders, and even blindness. Syphilis was one such infection. If syphilis were left untreated, a patient would develop neurosyphilis when the infection crosses the blood-brain barrier. Complications. Additionally, 19 children were born with congenital syphilis as a result. Guatemala or smallpox and blankets, syphilis and Tuskegee, formaldehyde and fever. With syphilis, we're given free medical treatment and all the rest of it. For example, we're using um, some of our best tuberculosis and syphilis drugs in orange groves. Prophylaxis against syphilis. And he had seen fatal cases. Called it the German disease, Russians called it the Polish disease. The truth is venereal syphilis was spread by sailors who'd returned from the america Acidic species are the culprits behind illnesses like Lyme disease and syphilis. And diseases they're like, you know, syphilis and a broken bone. What's the universals there? 全部これほらこの名前が何でそうなのか語源不明とかね、うん、全部そうだからけど一生懸命いろいろ調べますとしっぷり語源辞典だけかろうじていけるかみたいな、まあ、シフィリースの後ろの方はフィロスの愛なのかなっつって、うん、まあ確かになんか愛し合う行為で梅毒ってかかりそうだけどとか思うけどね、うん、無理だね でもね、やっぱりね、しっぷり語源辞典はね、こう、詳しいですからね。うん、すごいおすすめですよ、しっぷり語源辞典。でもね、なんか英語系 YouTuber でしっぷり語源辞典おすすめですよっていう人いないねうん。ちなみにこれは1万4000語レベルですから。まあ、大体向こうの人は知ってるでしょ、シフィリス梅毒っつって。うん。ていうか、日本人のネイティブでもね、梅毒って知ってるっつったら、もう小学生でも知ってるでしょ、おそらくね。なんで ねえ、小学校から知ってるような梅毒を英語で知らなかったんだろうね。知る機会がないよね。うんだって。だってこんなん知ろうと思ったら何向こうに行ってさ、外国に行ってさ、あれやべ、これ梅毒かもって思って。<laughs> 病院行かなきゃ。<laughs> 梅毒って英語で何て言うんだろうって初めて知る単語じゃないこれうん。まあ、ネイティブで梅毒だったらね、なんか時代劇とかで梅毒にかかって鼻が落ちたとかね。うんそういうのよく聞いたりするし。あとなんだ 剣心ンンもなんか梅毒で死んだらしいみたいなこと言ってんじゃん、うん、えなんでケンシンが梅毒にかかって死んじゃうのみたいな薫いたでしょみたいなね、うん、<laughs> ちなみに私はこれあれですよあの別に外国に行って梅毒にかかったから知ったわけじゃないですよこの単語はこのね英語単語テストのあるサイトからね、えー、何ですか 医学英単語テストとかやってるうちに何か出てきた単語ですよこれもうねで覚え方はもうこれしかないねもうごめんなさいこれはねもうほんと年配の方にはねわかんない覚え方え覚え方こうセフィロス got セフレスセフィロスが梅毒にかかったあまあ梅毒じゃないこれねえセフィロスが got セファレスセフィロスが got セファレス セファロフガツシファルス。セファロフガツシフィルス。セファロフガツシファルス。あれっつってあれこれ、首都高から見えるやつだっつってね。もう首都高乗ったことある人はこれ知ってるよね。有名だもんね。なんかねあっつって。でもまあね、セフィロスを知ってる人は5年配の方いませんね。まあ、あれかうーんと。 50枚ぐらいまでだったら分かる、うん、今の子も分かるね、うん、なんかスマブラとか出てくるもんね、うん、けどまあ年配の方は FF なんてやんないし、うん、スマブラなんかやんないし、うん、厳しいね、うん、いやそんなこと言ったら「セ、うん、フィリスで性病かもしれませんよ」とか言うかもしんないけどいやこれこれ見てお前梅毒じゃないっていう人はいないでしょ、うん、これどう考えても梅毒でしょこれうん いや、他にも林病とかなんとかコンジローマとかあるじゃないですかとか言われてもね。うんうん、いや、なんとかコンジローマはカタカナでもう英語として入ってきてるし。えー、林病はなんか知らないけど、<laughs> もういいよ。そこまでなんで俺が <laughs>、またここで林病を調べてやんなきゃいけないんだんめんどくさい、ほんに。ていうか、こんな単語は何ですかねうん、英検一級出ますかねうん、出る出る出るか。うん、リスニングとかで出るかもしれないね。うん。 まあこれをねあのー、語彙問題の選択肢では出ないと思うけどね、うん、まあリスニングとか、うん、下手すりゃ長文、うん、に出てくるかもしれないね、うん、もうこんなのレブいるレブいらないでしょもういいよもうもう疲れたもうなんかもう2日に1回にしようかなもう全然再生されないしうん限界だもう限界セファローがガッツ・シファフロフがシフリス セフィロフがシフィス概要欄のリンクから例文をチェックしようユーブリッシュとかアルクとかケンブリッジディクショナリーとかいろいろリンクを載せてるよ再生リストから復習もしてね